皆さんこんにちは、ババラーネ館へようこそ。ミンです。土管第2弾マリオかっこスイマーがピックアップということで、土管ね丸2が来たんですけれども、マリオかっこスイマースペシャルスキルがダッシュリング。リングをくぐればダッシュで加速、ライバルもくぐれるので要注意。得意なコースが4つ。そしてプクシュノーケル、スペシャルスキルがジャンプアクションプラス、ジャンプアクションのダッシュ時間とポイントもっともっとプラス。得意なコースが4つ。そして月相パタレット月相パタレットかな、スペシャルスキルが月相プラス、月相の確率とポイントもっともっとプラス。得意なコースは3つということで、今回はこのプクシュノーケルを目当てに引いていこうかなと思います。珍しいでしょ、あのキャラが目当てじゃないっていう、ちょっと狙いをずらすっていう降ってきてくれないかな。今回はリセット1回でよしで、サクッと引いてサクッと終わろう。じゃあ10連土管いきます。はい、さあどうなるかね。無心で引いてはまあ いなかったかな。はい、緑土管いきましょう。はい、パラフォイルコイン250ありがとうございます。ちょっと待って、妹スケルバギーのこのこコイン400ありがとうございます。スケルトンパックンパラフォイルモートン紙飛行機、おっとおっとレアが出てこない。雫怪盗ノーマルばっかじゃない。ちょっとこれ危ないよね、今回爆死する可能性カロンが高いんじゃないかなと思っております。もうここまで来たらスーパーカイト、あれやばいぞ、全部ノーマルじゃん。もうということでマリンドカン丸には爆死したんですけれども、まあ、飛行か引かないか迷っていたこの海の生き物ドカン、こっちもね聞いていこうかな。土管の中身が50個からスタート、さらに海を感じるキャラマシングライダーは提供割合がアップ。新登場のゴールドプクプクや過去のツアーで登場したペンギンルイージをゲットするチャンスなんですけど、これね全部が全部出てくるわけではないっていうのをこの前のゴールド土管で学んだので、まあ10連しか引けないんですけど10連引いていきたいと思います。では私はリセットします。私の頭の中もリセットします。いきます、引きます。ねえ、やった今回こそ無欲になれたってことだよね。いきます、ほい。さあ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 、無欲の勝利になるか。まあ、ゴールドドカン出てきてくれただけでも結構テンションは上がるよね。あ、何か言うの忘れた。あら、雨雲バルーン、ん、これはどうなんだろう。喜んでいいんだよね、雨雲バルーン好き。ベビールイージー、あ、やべ、普通のテンションでいっちゃったベビーロゼッタスーパープクプクコイン250ありがとうございます。モートンスーパーサーチプクプク、こんなん持ってたっけ。弾丸ダックラリー、これは雨雲バルーンで終わりですね。ノコノココインありがとうございます。わ、雨雲バルーン、まあでもね、レベル2に上がった。ちょっと待って、これ何個ぐらい使えるんだ。9個かな、9個使えるところがある。レベル2微妙だね。でもサンダープラス好きだし、この雨雲バルーンは絵がね好きなんですよ、可愛くって好きなので、まあ嬉しい。本当はねもうちょっと違うの来てくれるかなって思ったんですけど、もうそうもいかなかったね。あ、ちゃんとね雨雲、あ、噛んだわ。雨雲バルーンの絵が描いてありますね、ここの中に。ゴールドプクプクいいな、かっこいいな。そして今回リーグ42に上がることができました。リーグ42に上がったのは多分初めてなのかな。なのでちょっと今回ね頑張りたいと思います。まだね皆さん手をつけてない状態なので、これからどん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 スコアがね出てくるんだろうけど、それが怖い。また次回以降走っていけたらなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。